被爆後の広島市。縦断する道路が相生通りで、写真中央を横断するのが白島通り、中央通り。左上部分に東光が見える。被爆後の広島市。中央やや右を縦断する道が小城通り、その道の下から二つ目の大きな交差点が、現在の平和大通り白神社前交差点。東光はそこから右斜め上にある。広島市立袋町小学校は、広島県広島市中区袋町にある市立小学校。1873年開校の市内でも古くからある小学校。1876年に現在地に移転、さらに一度移転し、現在地に戻っている。1945年8月6日、広島市への原子爆弾投下により被爆した。2002年から教科担任制を導入。2007年から広島市教育委員会、広島型カリキュラムの研究開発の指定を受け、言語、数理運用科の研究をしている。広島原爆で焼け残った旧校舎の一部は、現在平和資料館として活用しており、現存する被爆建物の一つである。敷地内の建物は、小学校校舎、平和資料館及び、袋町児童館、広島市まちづくり市民交流プラザの複合施設となっている。ちなみに小学校が他の公共施設と複合化したのは、市内初。卒業生は、基本的には、広島市国体児中学校に進学する。出身者鉄筋コンクリート構造地上2階地下1階。延べ床面積約230平方メートル。もともとは西校舎と呼ばれた旧校舎の一部分である。小学校の敷地内にあり、通常の授業に支障をきたすことがあるため、見学には事前申し込みが必要となっている。一級品の資料として、当時の被爆者が消息などを知らせた伝言が記された壁面を公開している。その他にも、被爆当時の写真パネル、被災した扉と窓、爆風により飛ばされた太鼓など36点、展示されている。1937年2月、西校舎として、鉄筋コンクリート造りの地上3階地下1階の校舎が完成した。水洗トイレやダストシュートも備え、当時としては最新の校舎だった。1945年8月6日、被爆。ここは爆心地から約460メートルに位置した。RC 構造の西校舎を残し、他の校舎は崩壊、西校舎も外郭のみを残す状況となった。多くの生徒は疎開して難を逃れていたが、当日登校していた生徒160人、職員16人のほとんどは一瞬にして亡くなった。翌7日、ここは臨時病院、救護所となり、マルセル・ジュノーや島病院から島薫院長も駆けつけた。その後、校舎は最低限の補修を施され、翌1946年6月には授業が再開した。補修工事を繰り返し長く使われていたが、老朽化により2000年8月7日より解体作業が行われた。この際に壁の漆喰や黒板の下から救護所として使われた際に書かれた避難した人の消息を伝える数多くの被爆伝言が発見され、保存計画を見直された。2001年8月暫定公開を開始、2002年4月に平和資料館として正式に開館した。まちづくり市民交流プラザ2002年5月に開館。延べ床面積5845平方メートル。市民の生涯学習やボランティア活動などの支援目的に会議室、ギャラリー、視聴覚室などの部屋、空間を貸し出している。南棟と北棟の2つの建物からなり、北棟は袋町小学校と袋町児童館との複合施設となっている。2つの棟はスロープでつながっており、そのスロープの下に平和資料館がある状況である。2015年6月1日より、広島市に本社を置くマンション管理業、豪人社グループが命名権を取得し、豪人社、ウェンディヒと町プラザの名称となる。広島市公式サイト、小学校、中学校の通学区域一覧、中区学区順、平和資料館関連。ありがとうございます。